はい、半魔家の本家の半魔妖先生です。人間っていうのはね、今日肉食生物でね、契約とか約束とかしてもね、力が弱ければ、破棄されまして、ただし、契約とかね、しとくと、ね、同じ力関係でしたら通るということですね、大体ね。ということで、契約書とか約束事というのは大事なんですね。で、一つね、重要なことはね、私がバイナリーオプションのスペシャリストでね、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションに行ってね、世界一になったんですね。その当時1億円近く投資をしておりましてね、世界一になったんですけども、通常ね、稼ぎがですね、私の場合は100兆円は稼げるという一人でね、ということでね、通常稼ぐとですね、少ないかお金1億円ぐらいの稼ぐぐらいだったらね、1億とかそんぐらいの稼ぎだとね、周りが稼ぎたいということで来るんだけども、で、妨害もあって盗もうとするわけです。しかしね、100兆円ぐらいになると、私の方の半魔妖先生しか稼げないから、税金でどっちしろ半分取られるんでね、その方が住民人々は稼ぎが多いわけですね。投資なんかはね、もうほとんど負ける人ばっかしなんで、ね、難しい仕事をね、やってもらって、稼いで税金をね、半分持っていく方が国民、人々は助かるわけです。で、ちょびっとこ1億ぐらいの稼ぎだったらね、周り儲かんないから、ね、自分たちもね、同じ仕事で稼げる方法を教わってね、というか、稼ごうとして妨害が非常に多く入るんですけども、私の場合、その金額が100兆円とか一人で稼ぐということなんで、周りが一生懸命頑張ったって投資でね、だって負けがほとんどなんで、社会、人々は喜ばないわけですよ。で、そこで私だけ100兆円稼げると、半分税金取られるから、国民は税金が非常に浮くわけですね。だから、そういうことで人々は、妨害が入らないということになるわけです。たくさん稼ぐ人の場合はね、そこから税金持って半分持っていかれますからね。私の方から半分税金取られますから、多くね、100兆円も稼いだら、50兆円もみんなのお金になるわけですね、税金でね。と、みんな喜ぶ、助かるわけですよ。それで、私しか難しいことできませんから、他の人が真似したって損することばっかしなんで、投資でね。で、私のやり方っていうね、投資方法はね。ということで、邪魔が入んないということで、静かなわけですね。この辺よく注意して、1億円ぐらいの金持ちだったら、ね、これはもうずるいやとかね、ね、俺たちもやり方教えろとかね、ね、簡単だからね、1億円ぐらいだったらというようなことで、ね、妨害も入るわけですね。ということでね、妨害が入る人々からね、妨害が入る仕事、入んない仕事のね、意味合いと注意点ですね。YouTuber なんかは全部妨害入りますね。仕事ね。年収1億ぐらいでしょ。ね。これはもう徹底して競争激しいですね。収入少ないから。一番 YouTuber で稼いだって2億円とか3億円ですからね、年収ね。その程度の額だったら妨害が入りますね。ね。で、競争も激しいですけどね。私の場合100兆円ですから、他に私と同じような難しい仕事は稼げる人いませんから、
やっても負ける方が多いわけですから、投資ね。だから、それで私が大きい金額を稼ぐと100兆円ね。で、みんなはその難しいことやったって稼げないから、ね、稼いでもらって半分税金で取った方が儲かるわけですよ、ここ日本も外国も ね。ということで、妨害が私の場合は入らないと。ね、で、その金額内容によるんです。1億円ぐらいとか2億円ぐらい稼ごうなんていう少ない量はやっぱり妨害が入りますね。私のように100兆円一人で稼ぐよと。世界一の億万長者の10倍はね、稼ごうと。以上は稼ぐと。ね、あの長者番付にはもう乗ろうというようなレベルですから、妨害が入んないですね。税金持って帰ってみんな儲かるわけですからね。みんながやったって私のような難しいスペシャリストのようなんです。難しいね、仕事できませんから。ということなんですね。で、私の場合は妨害入る人はちょっと知能が低い人とか、ね、本当の犯罪者の方ですね。私にかかってくる妨害者っていうのは、現在いる場合は、そのみんなも許してない捕まえる犯罪者ですね。警察も捕まえていいという犯罪者です。国民が許さなかったらいくら犯罪者でも捕まえませんから、ね、この場合ちょっとよく注意していただきたいですね。私の仕事というのは捕まえていいやつ、いいし、ね、犯罪者だということですね。私に対しての場合はね、額は違うんで、みんなが稼げれませんから税金が浮くということでね、私が稼いでもみんな文句言わないことなんですね。ということをね、よく知っていただきたいですね。ちょっと仕事の準備、1月17日ですね、仕事ちょっと準備しておりましてね、ちょっと大事な話だったんで、ちょっと診断化しないといけないね、これね。ちょっとお伝えしましたけども、意味合いでね、仕事の